今日も大きな夢に向かってキラキラしてる天使のような女の子はいないかしら。ほら見つけた。可愛い天使はあなたを虜にするから気をつけて。いかが？ときめきの光を放つ彼女、まさに地上に舞い降りた美しい天使。今宵は魅惑の天使を心ゆくまでご覧あれ。グラビアモデル界の注目株、大久保真理子ちゃん19歳。この爽やかな彼女が一皮むくと超ド級のボディを持つ小悪魔に変身。完璧な曲線美とメロウな表情は女神の予感たっぷり。最近ねハマってることがあるんですけど、立ってわかります？ビリヤードなんですけど、最初は友達とゲームしに行って入らないショットとかあるじゃないですか。最初下手くそだから入らなくて、そしたら負けず嫌いだから悔しくて、自分で何回も練習しに行くうちにハマってしまって、マイキューとグラブを買ったんですよ。だから一人でビリヤード場に行って同じショットを何回も何回も入るまでずっとやって、気づいたら3時間経ってたりとかするんですけど。今夜は爽やかや深く美女マリコちゃんの弾ける魅力に迫ります。お待たせ、ここから天使にぐいぐい大接近します。大久保マリコです。19歳です。今産業イメージガールでマリンちゃんをやっています。チャームポイントは片方だけできる、エクボです。これです。特技は腕相撲です。ちょっと力こぶなんかも出ちゃいます。もう一つのチャームポイントとして腰のくびれ、腹筋で鍛えてるんですけど、いいでしょ、確かめてください。では失礼して。あーすごい、後でじっくり見せて。じゃ変身ボックスへどうぞ。はい、いきます。楽しみに。 I'm just mad about saffron。本当にパーフェクトなプロポーション。見事なボディはどうやって生まれたの？高校の時に水泳部に入ってました。平泳ぎをやると胸が大きくなるって聞いたので始めたんですけど、本当に実際にやったら大きくなって、今は F カップまで大きくなりました。なるほど、その悩ましい体はスイミングで開発されたのね。さてお待ちかね、大久保真理子ちゃん出てきてください。はーい。どうですか、この眩しいばかりの輝くバディ。その苦しいほどセクシーなラインはまさに芸術品。滑らかに透き通る肌とまばゆい光をたたえる黒く濡れた瞳はもはやミラクル。グラビアモデルの世界を極めたい、そんな天使のハートを射止める男性はしっかりした人なんだって。尽くすタイプの彼女のお得意料理は水餃子とか。一緒にテーブルを囲むのはもしかしてあなた？そこで自慢の腹筋をちょっとやってみてもらえます？ここでですか？うん、やりにくいかな。ちょっとやってみますね。普段やってるようにやってくれていいっすよ。膝を曲げて、ほい、あと膝伸ばし て、 ほらって、ここで10秒止めるとか。普段何回やりますか？普段は10回はやろうと思ってるんですけど。10回でそんだけ腹筋できます？すごいな。毎日やったら。腹筋も鍛えてるんですけど、さっき言った腕相撲、これ今日来てるスタッフさんで誰か挑戦してください。お、誰かいませんか？ボトム、ボトム男ということで、では、普段からかなり鍛えてるスタッフの加藤をやります。ボトム
ボトム男ということで、では、普段からかなり鍛えてるスタッフの加藤をやります。あ、お願いします。加藤くん入ってください。よろしくお願いします。男性25歳、働き盛りです。さあ、いいですか。それではただいまより勝負です。レディーゴー。あと本気や。血管震えてるよ加藤くん。25歳の血管。あかん、あかんって、あかんって、ちっちゃい服言ったのが面白かった。でも私も顔赤くなってそう。わー、ね、本気ですよね、本気ですよね。さすが腕相撲自慢のマリコちゃんは強い。対戦相手は駆け出しのディレクター加藤。彼も負けず嫌いなのよ。言ってない。はいって小さい声で言ったけど、ちょっと面白い。勝った。ウィナー、マリコ。マリコちゃん、きっとあなたは大物になれるわ。今夜の天使、大久保真理子ちゃんの極上のボディが存分に堪能できるセカンド DVD「メッセージ」が5月25日リリースされます。発売記念のイベントは天使と触れ合えるチャンスだからチェックして、天使の生の魅力を確かめてね。これからも皆さんにグラビアやテレビなどで見ていただけるように頑張りますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。それではマリコちゃん、最後に鼻の頭を舐めてください。ほら、もっと頑張って。ダメだ。これからももっともっと美しい天使たちをコレクションしてファイルにするから、楽しみにね。次回の天使はホリプロのホップクラブオーディションで見事グランプリに輝いた健康的でエキゾチックな美少女と不思議な魅力のミステリアスな兄弟性美女。お見逃しなく。